今でも本当ゴルフ場って今どん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 ドレスコードが結構こうすごい厳しいところとすごい緩いところっていう風に分かれてきてるんで、こう緩いところのゴルフ場だと T シャツ短パンでも OK みたいなゴルフ場が最近は出てきてるんですよね。 T シャツ短パン？はい、むしろなんかサンダルできてる人とかいるんですもん。でも俺その方が好き、でも俺その方が好き。うん、だからそれこそ GDO さんでやってる茅ヶ崎とかは本当に T シャツ短パンで来て、でサンダルで来ようが何しようが全然 OK なんです、うん、で本当にそれこそゴルフ場の途中に指導があるんですよ、うん、T ショットを打とうとするとチリンチリンって本当にあのベル鳴らしてチャリンコでおばちゃんが買い物中のおばちゃんが通るっていうホールがあるんですよ。本当に僕実際にドライバー T ショット構えてたらチリンチリンって言っておばちゃんがスーパーの買い物をここと後ろに行ってビーって自転車で通ってる。それちょっと危ないね。危ないっす。でも指導なんですよ。だから指導をまたいでボール打ってるってこと？そうっす。へえ。まあなかなか珍しいコースですよね。すごいね。はい。そうね。だから俺どちらかというと名門ゴルフ場でゴルフする機会が多いので、なぜかといったら、はい、そういう名門ゴルフ場で試合会場があるでしょ。はいはい、だからどうしてもその試合の連覧とか試合に行ったりとかするからそれを名門ゴルフ場に行く回数がどうしてもちょっと多いんだけど、そのできれば行きたくない。まあまず入り口出口で、必ず、身だしなみをチェックしてるおじさんが必ずいるっていう。だってこの高温多湿の日本でさ、ジャケット着ろって、はい、今度も汗だくだよ。いやだって本当とあるゴルフ場なんてレストランにお昼ご飯食べ行くのにジャケット着ろっていうゴルフ場あるじゃないですか。ああ神奈川のあそこね。いやいやもうそこまで言っちゃバレるからやめましょうでも嫌になるじゃないですか。いやなんで1回ロッカー行ってわざわざジャケット着てお昼ご飯食べ行くのみたいな、うん、だってさアメリカの名門ゴルフ場とか行ったってそんなことしてる人誰もいないよないまずそもそもレストランないし、レストランでお昼ご飯食べるって習慣がないし。ああまあね、またモーニング食べて、そうですね、ラウンド終わって食べるからね、はい、スルーだしね。まあラウンド終わって食べるか、もしくはもうそのままプロも入らずに帰っちゃうとかっていうの全然ありますからね。うん、そうね。朝、もうそれこそ本当に朝一でお金払って、うん、はい。で、もうラウンドしたらもうあと適当にしてみたいな。うん、あとはレストランはレストランで、結局、うん、まあバウチャーがあったらバウチャーで払ったりとか、うん、ね、それこそその場で払っちゃうみたいなのが多いですからね。うんうん、だから本当、あまりないところで、なんかそういう形だけ取ったっていうところも、まあ、なきにしもあらず的なところはありますよね。なんだね。まあ、そういう意味ではね、太平洋クラブっていいなと思うのが、あんまりドレスコードにうるさくないんですよ。はい。そういう意味でも僕は太平洋クラブ結構好きなんだよね。うん。まあ、もちろん最低限の、その、まあ、うん、マナーって結局周りに、こう不快な思いをさせないっていう意味ではすごく大事なことであると思うんですよ、うん、でそれこそまあ、YouTube のチャンネルとかでもプロゴルファーって言われる人が僕はなんか裾出しでゴルフをしてるっていうのはあんまりいいことじゃないと思ってるんですね。ポロシャツの裾とか出しちゃってて、うん、プロゴルファーですみたいな肩書きで出ちゃってるとちょっとそれは違うなっていうのは思うんですよ、うんうん、だってそれプロゴルファーだから。うん、別にエンジョイゴルファーでもなければ肩書きとしてきちんとプロゴルファーっていうところがあればそのよってプロってやっぱり他の人の見本にならなきゃいけないとかっていうのもあるわけじゃないですか、うん、だからやっぱり見る人が見るとやっぱり不快に思う。だからこそマナーって大事っていう。だからゴルフ規則ってマナーから始まるんだけど、ゴルフ場が違えば僕はそれはありだと思うんですよ、うん、だからそれって選べばいいと思うんですよね人が、うん、名門ゴルフ場でそういう格式高いそういうところの世界を楽しむ人もいれば、うん、なんかすごいライトなところでエンジョイゴルファーで T シャツ短パンで涼しい格好して夏ゴルフするんだっていう人もいてもいいと思うし。俺も思考がエンジョイゴルファーだもんだってまあだからそれはもうだから逆に言うとそこを選べばいいと思うんですよ。ただ単に選べばいい、そうね、うん、だからそれ選んでただ単にやればいいっていう、うん、今飛んでるホコリが虫だと思ったでしょ、うん今ここホコリがまたしまうっていう感動してたからそれはもうだから逆に言うとそこを選べばいいと思うんですよ。ただ単に選べばいい、そうね、うん、それはもうだから逆に言うとそこを選べばいいと思うんですよ。ただ単に選べばいい、そうね、うん、選べばいい、そうね、うん、女子か、うん、女子だよね、乙女だから、ね、だから
で僕ね茨城にねちょっとねメンバーになりたいなと思ってるコースがあるの。はい、あるんだけど、はい、結構ドレスコードうるさいのよそこで夏場短パンダメだから絶対無理だなと思って。いまだにだから短パン履くならハイソックス履けみたいな、もうめいやいや短パン履く意味ないじゃんっていうゴルフ場まだありますから、ね、そうなの。だって暑いから短パンになりたいのにそれとハイソックスって意味ないじゃん。そうですね、だからもう意味わかんないよね。はい、あれは本当に正直僕もよくわからないルールなの。ハイソックスルールって何なの。なんか一時期俺なんか誰かに聞いたらすね毛が汚いらしいからっていうふうに本当に言ってる人がいたんだけど、はい、え俺すね毛脱毛してるから俺ありかなと思って、うん、いやもうすね毛剃っていけばいいですよね、まあ、最悪は、まあ、脱毛してなければ、まあ、それが本当かどうかも分かんないんだけどでもさ仮にすね毛が汚いらしいからダメだっていう、えそんなの差別じゃないそれ。もうだってじゃあ腕毛濃い人だったら腕毛剃れよって話ですよね。半袖ダメだよって言うべきですよね。だってそれさすごい毛深い人差別じゃん。そうですよね。そうだから良くないよね。はい、まあ、あの未だにだってゴルフ場で名門って言われるゴルフ場って、うん、未だにめっちゃ男尊女卑なコースとかいっぱいあるじゃないですか。言っちゃダメですよ言っちゃダメですよ言っちゃダメだけどって言いそうになったでしょ。なった。言っちゃダメなんだけど本当にそれこそだってオーガスタがもともとそうじゃないですか。まあね、ライス国務長官が初めてね女性でメンバーになりましたよねっていうぐらい、うん、要はゴルフ業界ってそういう意味では遅れてたりするから、うん、まあそのゴルフ業界に一石を投じる意味でも夏ゴルフからカジュアルな服装っていうのをどん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 僕もやってほしいなと思うし、うん、でそれが、ここのゴルフ場はこういうドレスコードでいいよ、このゴルフ場はもうこういうドレスコードじゃなきゃダメだよっていうのをもっと明確化して分けていけばそれでプレイヤーが僕は選択していけばいいと思うし、まあね、そう夏ゴルフも本当に涼しくしたいんだよっていう人が、うん、もう本当すごいカジュアルなゴルフ場行けばいいし。だってさ夏はさお祭り行く時もサンダルじゃんみんな。そうやっぱりさサンダルと短パンと T シャツでいいんじゃないゴルフ場もね、うん、だからそういうゴルフ場が僕も増えたらそれはそれでいいと思うし、でそういうのが好む人で逆に本当に格式高くてあのちゃんとドレスコード守りましょうよ、でそういうところでゴルフがしたいよっていう人は本当にジャケット着て、うん、あの夏でもジャケット持ってきてください、うん、着なくてもいいけど持ってきてくださいみたいなゴルフ場でゴルフしたらいいしっていう風にしっかりとこれ分けて、うんうん、はい、あとはそのマナーっていうもの を、はい、を大事にみんなが回ればいいんじゃないかなという風に思います、ね、うん、ただこれはもう提案なんで、はい、僕ごときがこんなところで言ったところで何にもならないですよね。そうなのよ、まあ、俺たちが言ったところでもない、ただそうだったらいいなって思ってるだけだよね。そうですね、うん、本当に。っていうか俺この間定規当てられたの意味わかんないでしょ。ここが短い、えだってメーカーが作って売ってるのにと思った。この靴は革靴かしらって言われて、革靴ですって言ったら、はい、何か問題でもって言ったら、これは革靴ではありませんねって言われて、同じことがあるんですよ。